様こんにちは。よさこいチーム武雄と申します。高知県から参りました。ドリームよさこい2日目、楽しませさせていただいておりますが、今日最後ですね、またあの綱引きありますので、最後の綱引きまで、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。高知県といえばよさこい祭り、よさこい祭りは8月の9日から12日まで、高知市を中心に120とか150人で、隊列を出して踊っていくようなすごく熱い踊りになってますので、ぜひ高知に見に来ていただきたいと思います。そして高知といえばカツオのたたき、そうですね、はい、とか、坂本龍馬、11月25日には坂本龍馬の生誕祭というものが行われまして、そこでも演舞をするようになってますので、もしお時間があればぜひぜひ見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは参ります。滝よ鍵や玉や悲しみに人は皆